鍵なくしたの散々俺のせいにしてたくせに。うわぁ、ひでえな。この顔ですよ。女はこういう生き物です。転校する田中くんへの寄せ書きが一人目でいっぱいになった。ちょ、好きだわ。かわいそうな田中。こんな寄せ書きもらったら泣くわ。まだ乗れる。わろた、これはあかん。間に合っても乗れるのか？もうそのまま目的地まで行っちゃえよ。体は奪えても私の心までは奪えないわ。あ、体とは？なんかかっこいい。残念ながら心は脳にあるんですよ。のぐその作法、ふさわしい草むらを探します。周囲を確認します。音を立てずに出します。ズボンを脱ぎます。え、おいおい。脱ぐのおせいよ。そういうプレイなんだな。学園祭で披露した先輩のブレイクダンスが見てられないほどひどい。やべえ、だだっこ。観客の数よ。これはこれで見てみたいぞ。世界一のバカカーナビ、案内中になんて言った？目的地でした。あかん、バカだわ。優秀じゃんかよ。なんかちょっと可愛いんだけど。今日は俺がおごるわと言ってレジに向かった先輩が財布を探し始めた。ふふ、増えたわ。めっちゃ探してるやん。これはやばいパターンだな。映画の題名に、をつけて気持ち悪くしてください。それに行け、アンパンマン。うわぁ、あかん。追い出されてるやん。ジャムおじさんがパンを輸出する映画かな。着替え持たずに海で遊んでしまったため、仕方なくこの格好で帰る。ああ、捕まるわ。隠すべき場所違うだろう。濡れたまま帰った方がマシだわ。いいわ、鬼ヶ島には行ってあげる。でもね、勘違いしないで、心までは、ニコやろうか？好き。好きだわ、爆笑した。ちょっといな、犬の分がなくなったわ。仮免試験に毎回こいつが飛び出してくる。やめろ、いい迷惑だ。不合格では済まない。毎回ならいい加減気づけよ。こちらからは以上です。カオスだ。どういう状況だ？やりたくなる気持ちはわかる。お前にはこの顔を授けよう。ちょ、やられた。これもパンなのか？焦げたアイアンマスクやないか。カツオ兄ちゃんにお使い頼まれてきたです。そ、タラちゃん成長したな。これは予想外の展開です。うんこが漏れそう、どうする？誰かの家のトイレを借りる。のぐそする。誰かの家でのぐそする。あかん、待て待て待て。3一択でしょうに。もはやのぐそですらないぞ。この男月収1億円。食費2億円。マジか、すげえな。たまんねえな。天は二物を与えず、の礼だな。打ち上げ花火で斬新なやつが上がった。これは、にこやかですこと。とりあえずは二度にするな、うん。あ、うん、ちょっとこすった感じ。違う、絶対違う。燃えてますやんか。それくらいで済んでよかったね、怪我ない。無理だって、この装備で宇宙行くとか無理だって。だな、かわいそう。きっと大丈夫だよ。あんたならいけるって。はいはいはい、お肉はおやつに入りますか？やん、今日は。おやつ、とは？ただで調達すれば食べ放題。メロスは激怒した。だな、うまいな。描写が的確だ。これは激怒していいと思うぞ。渡す 83%、渡さない 17%。秋竹城は自分のことを何と言う？ちょ、うまいな。お見事ですわ。17% の渡さないってなんだよ。取引先の生命保険会社に資料を添付しますとメールしてしまった。お、怖いわ。ちゃんと確認しとけ。生命保険会社っていうのがポイント高い。トンチを捨て暴力で全てを解決していた晩年の一休さん。怖いわ、何があった？世紀末覇者なのか。ボッコボッコボッコ、チーン。攻撃力1から3。やべえ、どういう顔だ。間違ってはないけど。あれって毒針なのかな。俺が送った塩で相撲取ってんじゃねえよ。ちょい、おもれえな。相撲してる場合か。そりゃ普通怒られるわな。めっちゃ気持ち悪いこと言ってください。総理大好き。うん、キモい。むしろグロいわ。ぜひともその理由が知りたいぞ。誤送金4630万円の行方は本当に町民一人一人に4630万円返せるかどうかが問題ですよね。
増えたぞ。何言うとんねん。厚かましいとかそんな域を超えて嫌がる。銃乱射男、なんで当たんねえんだ。笑った、顔やべえ。かなりつぼったぞ。すんげえ身のこなしだな。おさいです。今朝、下駄箱に入ってた。うわぁ、辛辣だ。立ち直れない。傷つくからやめてあげてほしい。それじゃ父さんは夜の仕事に行ってくるから、お前ら早く寝るんだぞ。ちょ、親父よ。夜の、だと？なんて顔してやがるんだ。資本主義をぶっ壊す、民主主義をぶっ壊す。それではミュージックスターリン。おい、やかましい。急にお茶目になった。リンゴちゃん思い出したわ。今日スーツで来いっておっしゃいましたよね。ああ、やられたな。なんて悲しいんだ。客じゃないだけいいじゃんか。私がやったという証拠でもあるんですか？選手権決勝。やべえ、わろたわ。買おうぜな。証拠もないのに疑ってるんですか？髪の毛くらい生やしてから入隊したまえ。こら、自滅かよ。ブーメラン。さあノーサー。あっちがミサイルで揺する国で、こっちが歴史でたかる国だよ。あ、半島か。どこ向かってる？早く引き返した方がいいぞ。殴ってなぜ悪い？増えたわ、言ってるわ。ディランカンパネー。全く反省の色が見えんな。もしもし、主人が倒れました。計画成功です。え、怖い怖い。誰に報告してる？完全に黒幕が嫌がるな。妻にしてくれるって言ったじゃない？うまい、シンプル。いやはやな豆かしい。お前は妻にしておくには美味しすぎるんだ。復活水槽を呼び出す儀式。は、何これ。召喚すなや。呼び出してどうすんだ。挟まれたらハゲる。いやだ、乗りたくない。オセロなのかよ。隣にも座りたくないな。死んだふりをするデブで暖を取る。わろた、これ好き。なんて可愛いんだ。あんたの方があったかそうだが。自分の脳の中にあった毛細血管をきれいに抜き取った。すげえ、怖いわ。そしてこの顔である。よく生きていられるもんだ。絶対に自分に関係ない戦いがそこにはある。だな、違いねえ。いや、そうですけれども。むしろ関係ある方が少ないんじゃね。一番、マジかよって知識書いたやつが優勝。設定、端末情報、アンドロイドバージョンタップ連打してみ、アンドロイドに限る。すげえ、なにこれ。こんな機能が？アイスクリームサンドイッチ。トレビの泉重課金税。すげえ、そういう制度？打ち込みすぎだわ。思い切りが良くて好きだわ。ねえ、直接会話した方が早くない？わろた、何してる？初期のポケモンかよ。ソーシャルディスタンスよ。捨てちゃう叫べんください。捨てちゃう叫べんください。捨てちゃう叫べんください。それじゃ聞こえないよ。もっと大声で叫べん。おう、うまい。ほっこりしたわ。よく聞こえなかったのでもう一度言ってもらえませんか。あ、お先にジャックしてます。わろた、にこやか。まさかの戦略。ハイジャック班が操縦している。居残り給食。顔、早く食え。悪しき風習だな。まだ周りが笑ってる分マシかな。ギャングスターに憧れるようになったのだ。のだ、なるほど。ゴールドエクスペリエンス。えらい地味な服のジョルノやな。バーボン、ストレート、ダブルで俺も俺も俺もバームクーヘン。は、場違いだ。AB 型なんだろうな。バームクーヘンはロックで。お盆で孫たちが遊びに来た。すこ、多いな。ごっちゃごちゃ。俺もそこに混ぜてください。ヒロミのリフォームが国宝レベルに到達した。すげえ、金髪とかかねえ。宮大工になれるな。ああ、なんということでしょう。むしろ金賞の作品を見るのが怖い。だな、確かに。気になるっちゃ気になる。きっとお父様が PTA 会長なんだよ。お薬一週間分一錠にして出しておきますね。おい、待てー。でかすぎだわ。違う、そうじゃない。かっぱ寿司を一日でクビになった父がシャリの握り方はな、と偉そうに教えてくるので、コードをつなげて強めの電流を流す。最高、無事死だ。あばば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 ば。10ミリアンペアくらいにしといてやってくれ。
無理無理無理、今日からのラとか無理無理無理ー。顔、好きだわ。めっちゃ焦っとる。抱いてるのは消防士さん。もし実在するのなら使ってみたいものランキング、第1位どこでもドア、第2位カメハメハ、第3位ボーナス。あ、説明。なんか悲しくなった。なくてもさ、きっといいことあるよ。おじいちゃんが無知のようにしなります。増えた、願いとは。見てみたいだけかよ。でもめっちゃ気になる、しなるじいちゃん。普通そんなこと聞くか。入店時にファミレスの店員が放った衝撃的な一言とは。うちはファミリーレストランですけど、今日もお一人様ですか。あ、ひでえな。ファミリーレスってか。放っておいてあげてください。ぬるいこと言うてるで、このおっさん。いいね、なぜ裸だよ。何を言ったんだ。この関西弁がいい感じだわ。トランスフォーム失敗。ああ、コンボイ。バンブルビーも失敗か。ここでまさかの収縮とは。歯医者は帰れー。ひって、下水な。ド直球すぎだ。本音だダモレやんか。彼の職業とは。ホワイトボードを消す。うん、好きだわ。試してみたい。熱血紅白におくんみたいだな。行きはあんなに騒がしかった修学旅行帰りのバス最後尾。わろた、わかるわ。あるあるすぎて。クラスの不良が多いんだよね。トイレの個室から現れた男に人を殴られる。いや、嫌だわ。ピンポイントすぎ。ちゃんと暇はないからだよ。痛いの痛いの、特に腰が。わろた、そうきたか。バンテリンいる。私はサロンパスがいい。迫ってくる月曜日を抑える社会人たち。わろた、頑張れー。俺も加勢するぞ。月曜日が待ちにやってくる。学校を欠席した理由、1位、熱風邪、2位、腹痛、3位、頭痛、429位。持病の仮病が悪化した。わろた、わかるわ。それは大変だ。もっと上位にランクインしそうだけど。最近帰りが遅い妻を尾行したら、地面に足ついたらサメに食われるルールで歩いてた。好きだ、なんか可愛い。多分尾行バレてる。最後の窓まで行ったらその後どうすんだ。もろ腰に来るわー。すごい、やるぜん。力持ちだな。かなり腰に来てそうだな。ラッパのマークのセイロガン、あの鐘を鳴らすのはあなた、部屋とワイシャツと私。わろた、いい勢い。こういうの好きよ。何の特訓してるんだろうか。お年玉という制度を知って以来、年末になるとこの調子だ。顔、ごますり。その気持ちわかるわ。こんな子供いたら嫌だわ。見つかったんですか？無事ですか？怪我は？すぐに伺います。メキシコ連邦警察本部の安全保障部ヒゲ課ですね。わろた、命よりも大切なヒゲ。ヒゲってなくせるものなの。なくしたヒゲを油性マジックで代用してたのね。危ない、タケノコ。キノコ、お前。わろた、かわいいね。けなげすぎるだろ。これ助けなくても当たってなかったんじゃ。プールの飛び込み台に座る、飛び込む、と見せかける。わろた、帰れや。何しに来たんだ。後ろのやつが助走をつけて蹴り落とす。自分の身は自分で守る。うん、かわいい。背中がガラ空きですぞ。みかんでこれ作るのがめっちゃすごい。俺のお昼は弁当で、B、私のお昼は外食で、C、僕のお昼は学食で、D、私のお昼は点滴で。増えた、めっちゃ好き。きっと鼻チューブもしてる。まだ冗談を言える元気はあるみたいだな。風船をもらいすぎたパパが上空に消えていった。あ、ファンタジー。いい年こいて何してる。見上げる僕、シュールだわ。機長、本気は大変不安定です。大事なものをしっかりと掴んでください。この子だけは、くるぶし、人工を。カオス、くるぶし。やばいな、天才か。笑いこらえてるようにも見える。ガソリンスタンドに行っては懐満タン。君たちのおかげでね、というだけ言って帰る石油王。わろた、うぜいな。何しに来た。金持ちは暇人なのか。お父さんが結婚記念日を忘れてるっぽいんで、京極ケーキ食べたいから買ってきてってメールしたら全てがうまくいった。できるってやつやん。凄みがあるな。将来きっと大物になるぞ。
じゃあ今から精密検査を行いますので、プレパラートに乗ってください。爆笑、すげえ発想。それは思いつかなかったわ。えげつないほどでかいプレパラートだ。友達にはライス代でいいよねってよく言われます。爆笑、まんまじゃん。優しい友達だね。特盛りじゃなくていいのかな。冷蔵庫の致命的な欠点、プリンを入れると消える。うん、わかるわ。毎回消えるよね。ハーゲンダッツでも起こる事件だ。シンクロナイズド睡眠やん、かわいい。息ぴったりやん。ずっと見ていられるわ。家の中に味噌がみっちり詰まって入れないから、玄関先ですいません。いいですよ、右足なくて上がれませんから。ほら、カオスやわ。どういう視点だよ。こういうボケ方たまらんね。宅急便、お預かりしたお荷物を迅速にお届けします。お届け先が不在の場合、ピッキングのプロが責任持って対応します。え、やべえ。家の中に入れてくれる。置き配より安心、再配より無駄なし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。